これはもうどうなんでしょうね。またここでお泊まりですかね。もうそれ以外なさそうですね。いや、僕が悪いんですよ。本当に申し訳ない限りで。いやー、皆さん厳しくなりましたね。本当にもう悲しい限りです。もう時間も時間なんでね。あ、見て、ストーンアークス作るの上手くなったねえ。まああれなんですよ、ネーベジーベンでこう観光してるとですね、手先が器用になるんですね。ええー。いや、参ったね。まさかあんなに怒られるとは思わなかったな。どうしましょうね。とりあえず仕方ないんで、また今晩ここで泊まるしかないですね。もう常宿になっちゃってますね。いやー、困っちゃいますね、本当に。もうやれることがね、ないんで、どうしましょうか。とりあえず今晩、あれですね、ここで泊まるのは確定ということで、とりあえず、ここに持ち込まれた丸太でも、キコっときますかね。これ重要なんでね、非常に燃料にもなりますし、まあ、建築資材にもなるんで、非常にこれ大切だと思います。またね、明日になって日がまた昇ってから、先ほどの観光地ですね、あそこは何でしょうね、インフォメーションでしょうかね、警察署なんでしょうか。ちょっとその辺の説明はですね、のぞみちゃんがやってくれると思うんで、後回しにしたいと思いますね。すでに対応済みですよ、渡辺さん。今宵もこの街灯だけは僕のことを優しく照らしてくれます。おかえりと、このテントは多分僕にそう言ってくれてるような気がしますね。ただいま。今日はほんの少しだけ悲しい気持ちで帰ってきました。またここに戻ってくるとは思わなかったです。ではですけども、おやすみなさい。はい、こんばんは、渡辺です。四季折々の旅生と銘打ちまして、いらっしゃいませ。お待たせしました。ちょっと手こずってました。四季折々の旅生ということで、ランダムジェネレーションって言っちゃったわ。ランダムジェネレーターでちょっと遊びたいなと思います。はい、スタートしましょうかね。あ、テントだ。ここしかないか、もう。殲滅作戦。最初ね、ネーベージーベンでやっちゃったんだよね、間違って。うわ。やばいやばい。あ、やばいかも。
やばいやばい。なんとか。なんとかここ欲しい。あ、やばい。し、ね、期待を裏切らないよね。まずい。はあ、いや、こういうことですよ。いったな、確信。ね、確信ですね。あ、なにここ、すげえ洒落てる。また一からやり直しです、私。今俺思ったのは、この今の配信の俺と四季折々の旅の俺との落差がすごいね。ものすごい今トーン下げてるからね。動かないわね。いや、これはお恵みですよ。あ、見っけた。あ、ここだね。ここにしよう。でも臭いんだわ。しまいたい、どっかに。多分ね、駐車場に車があるはず。あ、お、いいとこ出た。あ、ここ物置けない。あー、これ殲滅する前に死ぬんじゃね俺。開けられない、遅い。エアコンの室外機に肉隠す。荒野だ。へえ。じゃあ皆さん集めますか。いいね。すごいいっぱいいる。強いね。でも俺誤爆しそうなんだけど、これ間違って踏みそう。なんとか殲滅できそうだね。このウッドスパイクのおかげだよ。これほんと使えるね。間違って踏まなきゃだけど。ですね、ウッドスパイク便利そうだ。特に俺みたいにさ、もう何もない状況で始まった人にはこれ最後の武器だよ。ほら、超便利。あ、こっちだ。あ、もう結構いい時間じゃん、ゲーム内の時間。ほうほうほう。ですね。この辺でこう学んだことをね、観光の方で
活かしたいよね。あ、でも一応あれか。あ、空き缶をむしゃむしゃ食わないんだ。あ、オッケーオッケー。マルチですか？いや、一人でやってますよ。普段ね、四季折々の旅というタイトルで、7 days to die の動画を上げてるんですよ。でね、ランダムジェネレーターでプレイしたことがなかったので、ほとんど。ちょっと生放送の方で、ランダムジェネレーター楽しもうかなと思ってやってるんですけども。そうでもしないと、7 days to die の新しい要素がですね、全然わかんないまま過ぎてっちゃうんで。ありがとうございました。はい、また明日もよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。おやすみなさい。お疲れ様。